これ先生がさ、カジサックさんにさ、関わってるって言っていいの？うん、全然いいよ。なんでカジサックチームのことそんなに知ってんだろうって見てる人も。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。まあ、ずっと立ち上げから本当に関わらせて。ビリギャルタンバラビリギャルタンバラこんにちは、ビリギャルタンバラの先生です勝負になった。にんにん。今日はちょっと2人の都合が合わず、はい、またちょっと一回オンラインでお届けしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか今さ、ちょうどさ、うん、YouTube の話してたんだよね、先生と。うんうんうん、そう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 。 YouTube、 そう、なんか今さ、そのこのチャンネル登録してくれてる人とかってさ、すごいなんか育ての親みたいな感じの気持ちで見てくれてる人も多い気がするの。初めからこのビリチャンネルが始まってからずっと見てくれてる人も結構いると思うんだよね。そうね、確かに。そうだから、なんか最近のね、蒼太先生さ、いろんな YouTube チャンネルのさ、なんか、うん、に関わってるじゃん、結構。はいはいはい、はい、だからなんか最近の YouTube チャンネルのことちょっと聞きたいっていう話を言いました、ね、はい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 、うんうん、そうね。今後だからビリギャルチャンネルをどうしていくのかっていうことも踏まえて、うん、どんな感じなのかと、うん、で結構まあ傾向的な話で言うと、うん、なんか1年半ぐらい前までは、うん、すごい短めな動画の方がいいと、うんうん、言われてて、うん、で事実、うん、その例えばヒカキンさんとか、うんうんうん、はじめしゃちょーさんとか、はい、まあ、いわゆる東海オンエアさんとかっていう、うん、トップ YouTuber の方々の動画を、リスト化っていうか、古い順みたいな感じでバーって並べてみるとですね、うん、まあ、やっぱ1分2分3分っていう動画が非常に多かったんですよ、うん、昔はで、うん、5分以内とかじゃないとちょっと見てもらえないっていう風に言われてたんだけど、うんうん、やっぱね、徐々に今それが時間が増えてきてて、うん、で結構そのトップ YouTuber の人たちとかっていうのも、うん、短くても15分、うん、で長いと結構1時間とか1時間半とかっていう動画っていうものを、うん、作っている傾向っていうのが非常に多くなっているんでね。でこれがじゃあなんでなのかっていうところを言うと、これはまあ正直予想でしかないんだけど、うん、なんかこう YouTube を見てる人って、うん、その昔はずっと真剣に見てたんだけど、今はなんかこうラジオっぽい感じで流しておくっていう感じに実はなってきてて、だからその証拠にですね、最近広告あるじゃない、うん、広告とかも結構もうそれ自体がコンテンツになるぐらい15分20分の広告っていうのがある。それ飛ばせないの？飛ばせるんだ、うん、見ようと思ったもんね。そう、だからもちろん最初の5秒10秒っていうのを見たら広告スキップっていうのを押すと見れるんだけど、うん、実はそれ自体がもうコンテンツになってるから結構みんな流しっぱなしで見るんですよ。あ、そうなんだ、知らなかった。実際最近ほらテレビにもさ YouTube のボタンがさ、うん、ついてるじゃない、うん、なので、テレビ画面で見てる人っても結構いて、うん、でそうなるとテレビってそもそもみんななんか真剣にずっと見続けるっていうことじゃなくてさ、なんかいろんなことやりながら、うんうん、なんかこう面白そうなところを見るとかっていう感じじゃないですか、うん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 、だから広告は15秒10秒とかじゃなくて結構本当に15分20分30分ぐらいの広告っていうのがめちゃくちゃ増えてきてるね。そうなんだ、知らなかった、うん、だからこれって結構画期的だと思うんですよ、もうだから完全にテレビの代わりになってきてんだね。うん、その通りだと思う。だからもうほぼ聞き流してる状態だったりとかってするので、うん、で本当コアなファンの人っていうのは、うん、月額料金をその YouTube で払って広告っていうのをそもそも抜きにしてたりとかするから、うん、そういう場合とかだとほぼほぼラジオ状態ですよね。なるほどね、うん、そうなんだ。そう、ただそういう風に見てもらえてるのかな。まあそうじゃないかな。だからあんまちゃんと見てくれてないかもしれないですよね。逆にねそう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 、だからそれが今のトレンドかな。でどんどん長くなっていて、
視聴者もまた慣れてきたっていうのが大きいかもしれないですよね。昔は1分2分で飽きてたけど、うん、そう、私は逆になんか YouTube 最近もうあの Google とかでレシピたなんか卵とか鶏肉とかで検索するんじゃなくて、うん、YouTube でなんかカツ丼とか検索してなんか上に出てきたなんかリュウジさんの至高のなんちゃらとか、はい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 、それをなんかあのキッチンでこう何回も繰り返しながら、はいはいはい、辞書代わりにね、辞書代わりに、うん、私はまだその、うんうん、あの初心者ユーザーだから、いや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 、あの結構あの辞書代わりに使って、で、まあ、暗記法とか、まあ、トーフルに関してとかも結構 YouTube で見てなんかやるんだ、うんうんうん、で私の旦那さんも結構 YouTube を辞書代わりに使ってるから、うんうん、なんかそうだね、2パターンあるっていうか、みんな使い分けてんだろうな。そうそうそう、使い分けてますね、完全に。ね、そうで、なんか例えば、うん、うちの子供たちとか、うん、それこそ6歳とか2歳の子とかもガンガン YouTube 見るけどさ、うん、もう彼らを、彼女たちはザッピングするんだよね、ほぼほぼ。ザッピングっていうと、あのテレビとかでさ、なんかこうチャンネルをどんどん切り替えていくみたいな、はいはいはい、であこの人おもし、これ面白そうって思ったところで止めるみたいな感じで、あのどんどん次の動画、最初パーって見て5秒10秒見たら次みたいな感じでやって、でまた結局また元に戻ったりとか、うん、そういう見方をするよね。面白いね、子供たち一番上級者かもしれない。いや本当にそうでさ、でそれで言うとなんかね、今その結局その IT 系の技術って、うん、そのいわゆる IT プラットフォーム、 TikTok とかさ、はいはい、あの Twitter とかも何でもそうなんだけど、あのねこれはいいのか悪いのかちょっと分かんないなんですけどね、うん、要はさ今のさ、そのさやかちゃんとかさ、うん、旦那さんとかはさ自分で見たいものを選んでるじゃん、うん、ね、で、うん、見たいものをピンポイントで選んでるんだけど、こう今のプラットフォームってどうやって作られてるかっていうと、うん、選ばないようにできてるんですよ。え、どういうこと？そう、どういうことってなるじゃん。なんかすげえ矛盾してる感じ。いやいやいや、これがねすごいんですけど、やっぱ TikTok とか、うん、例えば見たことある？あるあるある、ある。あれってさ、どんどんおすすめの動画出てくるでしょ。出てくる。であれ結構それなりにやっぱ面白いじゃん、みんながそのいいって、うん、いいねみたいなのを押してるからそれがどんどん出てくるわけじゃん、うん、で、なんていうんですかね、次パッとこうこれでも面白くないと思ってピッてこうやると、うん、また出てくるじゃん、うん、それってさ一見さこうやってピッてやってるようで選んでるようにして見てるけど、実は選んでないでしょ、うん、つまり、うん、この人がおもろいって思うだろうなって思うものを、こっちが選んでないのに、なるほどね、自動で配信してくれるっていうシステムってこと。サジェスチョンっていうやつ。そう。うん。それって僕らは選んでないんですよ。え、それってさ、例えばさ、過去に私がなんかレシピとか、例えば私の夫だったら麻雀とか検索するじゃん。うん、勝手にその、うん、好きそうなやつあっちが選んでんの？それともランダム、本当のランダムでやってくるの？向こうがその人の趣味思考に合わせたものっていうものを提示してくれてる、ね、提示してるんだやっぱり、はい、だから大体ヒットするんだ、ま、そう。なのでなんか変な言い方なんだけど、うん、そのじゃあ YouTube で人気になっていくためには、うん、まずやっぱいくつか原則があって、うん、一つがとにかく毎日コンテンツを出すっていうことってすごい重要なんですよ。へえ。はい。もうで再生回数がなくても、そう、再生回数がなかろうがあろうが、うん、とにかく毎日出すっていうことっていうのはすごく重要。へえ、うん。で、いや、ビリギャルチャンネル週1回じゃねえかとって言われるかもしれないけど、うん、これは、いや、だからそもそも別にこのチャンネル自体が、まあもちろんそれはできればたくさんの人に見てもらいたいっていうのはあるんだけど、これ、僕らは YouTuber としてやっていこうとは別に思ってないじゃないですか。そういう話だったんだね、最初は別に。そうそう、うん、これで食っていくぞっていう意気込みは特に我々はなかったけど、そうでこれはしかもその100万人に到達しようっても別に思ってないし、僕の中ではこれはさやかちゃんがめちゃくちゃおもろいから
僕の周囲の人たちのメディア系の人たちとかに、うん、僕を通じてさやかちゃん見てほしいなと思って始めてるんですよ。いやありがたいです。で多分さやかちゃんは坪田先生の話を多くの人に聞いてもらいたいみたいな、うん、そうそんな感じだった。だからですよね、うん、すごい登録者数がいっぱいに なったらそれね、それは嬉しいけど、なんか本当に聞きたいと思ってくれてる人が、うん、やっぱ我々が講演とかしないと話聞けない機会が多いので、あのそこに来れない人もたくさんいるじゃん。だからそういう人たちとつながってられたらいいなって、うん、そういう一つのツールになったらいいなっていう気持ちのが大きかったよね、うんうん、そうなんですよ。なのでまあ、もちろんでも言ってやりながらやっぱ人数とかっていうのも増えていった方がいいしとかっていうね、うん、あのものは当然あるんだけど、それを本当にやるんだったらやっぱり毎日やって、うんうん、その視聴習慣っていうのを多分つけないとダメなんですよね、うん、なるほど、うん、そうだから、だってさ、例えば毎週金曜日のさ、今19時だっけ、うん、に出してんだけどさ、それを楽しみに待ってくれてるっていう人って、ね、そりゃコアだよ。本当になんかオフ会とかやりたいぐらい。いやいや本当に本当に、ね、だからその人たちはその人たちで、あの本当にすごいありがたいことだし、敬意な存在ではあるんだけど、本当の意味で人数を増やすっていうことは、人数を増やすっていうことはもしすごい重視するんであれば、あのやっぱ毎日いろんなコンテンツっていうものをこう出してって、それをアーカイブというか貯めていくっていうことをやって、誰かがそこで引っかかって、いいねみたいなことを押すったりとかするのが、まあなんか100本よりも1000本あった方が、1000本あったよりも1万本あった方がどこかに来るよねっていうことをやって、ちょっとずつ増やしていく、登録者っていうのが増えていくと、うん、である段階になった時に爆発的にガーってなるっていうのが、うん、あのもう今の YouTube チャンネルの基本的な勝ちパターンですよね。なんだ、だって確かにさ、うん、カジサックさんとかめちゃくちゃ忙しそうだもんね。もう毎日やってるよ。あのだからもう基本的に、だから吉本の芸人さんたちとかって今始めてる人たちっていうのはもうとにかく毎日やらないといけないっていうことをほぼルールにしてやっていて、うん、そうじゃなかったらあんまり意味がないよっていう。そっか。で、そう、彼らはだってこれをちゃんとなんていうの、こう収入の柱にしようとしてる人たちじゃない、うん、タレントさんだから、うんうん、そうだよね。なんかこの前ツイッターでカジサックさんが久しぶり、その YouTube 始めてから久しぶりに休み取ったって書いてて、なんかさ、私たち結構ゆるくさ、なんか、あ、先生久しぶり、今日もよろしくお願いしますみたいな感じじゃん、はい、収録も、はい、でなんか編集もしてくださる方がいてっていう、だからなんかそのすごいなと思って、その、いやもうだって企画会議とか やるからね。そうだよね。 それこそ6、7人とかで、うん、ディレクターさんとか放送作家さんだったりとか、うん、その梶原さんもそうだし、うん、スタッフの、あ、他のなんて共演者というかの方々とかっていうのもこう考えて、うん、作家さんとかにバーっていろいろ企画考えてもらい、うん、でもちろん梶原さんとかも当然考えるんだけど、うん、そこから厳選して、うん、でこの企画は見える見えないみたいな、うん、っていうところからやってて、うん、でその編集とかもやっぱすごい時間もお金もかけてやってますね、うん、そうだよね。はい。これ先生がさ、カジサックさんにさ関わってるって言っていいの？うん、全然いいよ。だってもう梶原さん、カジサックとナイツの花輪さんの動画とかで普通に、うんうん、出てる。例えばなんかね、梶原さんがその花輪くんに、また次出てくださいよとかって言うんですよ、うん、その盛り上がってね、うん、そしたら、あ、それじゃあ坪田に言ってっていう風に花輪くんが言う。なんで呼び捨てなの？そう、そしたらあの梶原さんがそこで笑って、うん、あの、いや坪田さんっていうのはって言って、そうか、あの、あ、そう、うんうん、ビリギャルの先生で、うん、あの吉本の社外取締役やってて、チームカジサックのボスなんですっていう風に紹介してくださってたりとか、うん、こうちょいちょい僕のことも紹介してくれてるんで、全然、はい、じゃあそうそう、だからなんかそれなんでカジサックチームのことそんなに知ってんだろうって見てる人も、あ、なるほどなるほどなるほど、そうですね。まあずっと立ち上げから本当に関わらせていただいて、はい、ずっとやってますね。まあって言っても僕がなんかやってるわけでは全くないんで、
なんかあれだよね、運営してるというよりは先生が梶原さんに、YouTube やったらどうですかって言った人でしょ。まあ、正確に言うと梶原さんが YouTube をやりたいっていう風なことっていうものをおっしゃっていて、うん、でじゃあそれをもうじゃあ最大限吉本としてバックアップしますから、あのやりましょうって言って、例えばそれこそディレクターさんだとか、うんうん、作家さんだったりとかっていうのも紹介していって、まあ、チームとかっていうのもこう作っていったり、まあ、予算とかを確保したりとかっていうのをして、でそこからはなんかいろいろ何ていうんですかね、困ったこととか、うんうん、こうしたいんだけどっていうこととかっていうのをアドバイスを梶原さんから依頼されて、うん、で一緒に考えてやるみたいなところかな。うん、最近はなんかもうトラブルというか、なんかそういうのがあったらあの連絡があるんで、だいたい梶原さんからの連絡は何かしらのトラブルなのかなっていう。責任者みたいな。いやいや、そんなことはないですけどね。あれだね、お助けマンだね。いやいやいや。そう。そういう、ね。だからせっかくだから僕今回ちょっとぜひ皆さんに聞きたいのは。なんかこういうのをやってほしいとか、うん、なんかせっかくなんで、あのそれこそ週1回の、ね、放送というか配信なのに聞いてくださってるすごく既得な方々というか、ありがたい方々なんで、うん、あのぜひある意味チームビリギャルみたいな感じで、ね、いや本当そうだね、うん、そういやこういう企画どうですかみたいなのを、うん、ぜひなんかこうコメント欄とかで教えてくれるとすっごい嬉しいですよね。そうですね。そうなんか私もその視聴者さんと一緒に作っていけたら一番いいなと思ってて、うんうんうん、はい、あのこの前ね募集して本当に使わせていただいてるそのトップガーとかもさ、あの、うんうんうん、ね、あの書いてくれたりしたじゃん。なんかああいう風にちょっとずつこのチャンネルがその、はいはい、視聴者さんと一緒に大きくなって、大きくなくてもいいんだけど、なんか作っていけたら一番いいなって思って、うん、そうですよね。そんな緩くできるチャンネルもまあまあないじゃん、なんかみんななんかもっとバズるぞみたいな感じでやってるけど、はい、我々結構そのファンのわーみたいな感じ、うん、みたいな風に捉えてるから、うん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 、そんな声をねたくさんもらえたら嬉しい。はい、今日さやかちゃんちょっとワンレン気味じゃない、ワンレンって最近言わないのか。いやそうなの、なんか最近さ前髪がさ見てすごい微妙な長さになっちゃってさ、うん、あいやちょっとそれが全然わかんないけどそれが微妙なのかどうなのか。寝起きでこうやってやってんの。この前ね久しぶりにお父さんと会ったよね。あそう、うちのお父さんとね。あ、まあ、君は会ってるのかもしれないけど僕は半年ぶりぐらいに一緒にゴルフもさせていただいて、うん、楽しそうだった。いや楽しかったですよね、本当に。吉本のさ社員さんともさ、うん、その後ご飯食べたじゃん。そうだね、はい、マジで吉本の社員さんってめっちゃ面白いの知ってた。みんな本当にやばい。これ芸人さ取締役が芸人だったのかなっていうような人だったよ。面白いよね。面白かったマジで。いや本当に、いややっぱ、うん、なんだろうねこう、うん、アメリカ人と付き合ったら、うんうん、まあ、英語ペラペラになるみたいな話で、まあそうだよね。同じ意見してたらなんか面白くないとダメかなって気持ちになってきて、そうなんだよね。芸人ではないけどね、芸人さんとずっとああなるのかな。ところがこれがめちゃくちゃ面白いなと僕は思うのは、うん、なんか例えばさ、うん、そのアメリカ人の人と付き合っててその英語がまあできるようになるじゃないですか、うん、だけどさやっぱりこうある意味ほんまもんというか、うん、の人と喋るときはちょっとこう、なんていうんですかね、自分下手ですって思ってるでしょ、うん、その英語が思ってる思うやん、うん、だけどさその日本人の人と話すときは、うん、こう日本人より英語ができるから、あ、はいはい、ちょっとオラオラいけるでしょ。わ、うん、かる、うん、かるそのアメリカ人相手だとちょっと、うん、あこれ発音とか大事なのかな大丈夫かな、はい、みたいな感じで思ってるけど、うん、そのなんていうの普通の人とだとそうではない、あのオラオラいけるってそういう感じなんですよね。なのであなるほどね、わかる。あの時芸人さんガチの芸人さんいたらあんな風には喋んないと絶対ならない。もうむしろすごい静かに自分たちの出る幕ではないみたいな。そう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 、ほんで私がめっちゃ面白いとかって言うから余計にめっちゃなんか喋ってくれたのかな。
だって本当面白かったんだもん。そうなんですよ。だからやっぱり、うん、あの会社としては僕を本当いろんな会社でね研修とかもさせてもらってるしさ、うん、こう社風とか分かってるつもりなんだけど、うん、吉本の会議はもうずっと腹抱えて笑ってるね。え、いいな、会議だけ見たい。しかもさ、こ芸人さんがいなくてもでしょ。あ、それだから芸人さんがいないとおもろい。いないとおもろいんだよね。いたら至って真面目な感じに、うん、へー、まあ、おもろ。いや、そこもまた面白いんだよね。わかるな。そうそうそう、あ、私もだってさ公演とか呼ばれてさ、本当そのなんか、うん、なんだろうな、なんかすごいこう、あ、さやかちゃんだみたいな風に言ってくださったら、はい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 、すごいなんか、はい、ちょっと笑わして貸せないと、せっかく私呼んでくださったしと思って頑張るじゃん。だけどさ、はいはいはい、テレビの収録とかでさ、それこそ劇団ひとりさんとかさ、鈴木奈々ちゃんとか大久保佳代子さんとかって並んでた時があって、はい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 、その時喋れとか言われても、はい、地獄みたいな。私が喋ってる時間、劇団さんに喋ってほしいみたいな、ひとりさんに喋ってほしいみたいなさ。あ、そうそうそう、なるじゃん。そういうことでしょ。なる、そういうこと。あのメッシの前でリフティングはできないよねみたいな。いや、本当にそれ、本当それ。いや、ただ、うん、思うのはやっぱ、うん、なんだろうな、こうそれこそそういうところでもやれる人っていうのがなんか本当の意味で成功する人なのかもしれないなってのは思うけどね。もう無理やりにでも震えながらでもなんかちゃんとやる。そう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 、でチャレンジするみたいな。うん、わかる。私そこまでのポテンシャルないんだよな。じゃあ、いや、でもそういう意味で言うと僕だからこれあえて最後ちょっと勉強とかで絡ませて話すとね、うんうん、なんかやっぱすごい思うのは、うん、子供たちとかと指導しててね、その分かりませんって言えないんだよね、まあ、みんな分かりませんって言えないね。そう、特にいっぱいの授業の時とか、いっぱいで受ける授業の時とか言えない。そう、だから例えばその授業中とかに先生が分かったかと、分からない人みたいな、うん、って言ったりとかして手を挙げさせようとしたりとかするじゃん。あれ無理だよ、手挙げる。挙げれるかいみたいな。いないんだね、じゃあ次行くよみたいな。次次、そう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 。いるわいっていう。いや、それはさ、だって俺いつも思うんだけど、うん、プロのさ、いわば先生が、うん、ある意味分かりやすく教えてくれてるはずなわけじゃん。うん、確かに。ね、うん、ってことはさ、そこで分かりませんって手を挙げるのは先生に対する否定でもあるわけよ。そうなのよ、言いづらいのよ。そう、そう、うん、でしかもそうじゃなかったとしても、じゃあ誰も手が挙げてない状況で自分が手を挙げるってことは、みんなは分かってるけど自分だけは分かってない、うん、アホですって言ってるのと同じやん。確かに。他にもいるんだろうがね。そういるとはずなんだけど、うんうんうん、見る感じパーッとこう見ても、あ、誰も手を挙げてないなってなったら、うん、そこで手を挙げれるってまず無理なんですよ。あ、無理。そうだから、なんかあの分かったか分からなかった人とか、うん、あの質問ある人とか、うんうん、なんかその問いかけっていうのは実はすごい意味がない。確かに、私今後質疑応答やめようかな、もう。でも本当そうだよね、先生言う通り、なんか、うんうん、言えないし、私なんであんな、え、聖徳太子って出てきて、え、聖徳太子ってみたいな感じで言えたのって、うんうんうん、マンツーマンだったからだと思うんだよね、はい、そうなのよ。本当にそう。でしかも相手がそれを、うん、あ、この人だったら受け入れてくれるなっていう人じゃなかったら言えないの。そうそう、言えない。だから坪田先生がなんか、はあ、お前バカなんじゃねえの、そんなことも分かんないでとかって言いそう、この人っていう感じだったら私何も言えないし、多分準備してないと思うんだよね。そうそうそう。いや、そうなんだよね。実はだからそこってすごい重要で、たださ、ここって、うん、あの今のはさ、その先生視点というか指導者側視点で言うと、うん、じゃあそれが言いやすいような環境を作りましょうなんだけど、うんうん、でも逆にその今度生徒視点というか部下視点で言うとさ、そういう受け入れ方をしてくれる人なんてまずいないわけじゃないですか、うんうんうん、ね、非常に敬意な人 でそこ、そういう人と会えたらいいなってみんな思ってるかもしれないけど、まあいないんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、分かりませんって言うしかないんですよね。きついね。そう。きつくない、なんか。
いやでもだからそこでさっきのさ、うん、そのテレビ番組とかのさ話と同じで、うん、まあ、超プロがいたとしても、うん、そこになんていうのこうし、まあ、多分自分の方が明らかに実力は下なんだけど、うん、何かこう挑もうとするみたいなことっていうものを、うん、多分しないとなかなか殻は打ち破れないよねっていう、うん、確かにね。じゃあみんな恥ずかしくても大体みんな絶対分かってないから手挙げてこうっていうことそうそうそう絶対あんただけじゃないからっていう、そうなんだよね。しかもだからあれってさ、なんか面白いなと思うのは、うん、この講演会で質問ある人って言って、だからそのさ司会の人とかがさ何かこう、うん、せっかくの機会なんで、坪田先生に質問がある方はあの挙手をお願いしますって、うん、だから誰も手挙げるわけないじゃんそんな、うん、ね、いやまあ、ね、多少そうそう、そうそう、ね、人数が多ければ多いほど結構それってきつくてさ、うん、で何人かまあ手挙げてでやってってやるじゃん。でその後にもし懇親会みたいのがあった時とかって言いたいことわかるよ、うん、めっちゃ質問されない、めっちゃ並ぶなんでさっき言ってくんないのそれそうそうそう、でそれはあの今あれあの時に言ってくれてたらこれって全員に聞かせたい話なのにっていうことがめちゃくちゃ多くない？なんだろうあれ、うん、そう、まあ、でも私が逆の立場でもそうするかもしれないって思う。そうなんだよね、うん、だから1対1のチャンスがあってしかも時間がありそうだったりとかした場合には、言おうかなとか、うん、そう。でもねそれはね本当に実はみんなの学習の機会っていうものを奪ってたりとかするから、うん、これすごい重要なのはあの学校での授業とかでの質問っていうのはね、自分がわからない人っていうよりもみんなのためになんかこう、うん、聞いてあげる人っていう観点でいて手を挙げた方がいいんじゃないかなって思いますね。ヒーローになる感じね。うん、そうそうそう、ありがとう、よくも聞いてくれましたみたいな。そう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 なるんですよ。で結果いやその先生の授業ってほぼみんな分かってなかったんだねってことになるんですよね、うん、意外と安心みたいな。そう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 、はい、はい、チャレンジが大事ですね。うん、じゃあここのありがとうございました。コメント寄せてね。はい、お願いします。バイバイ。チャンネル登録とかシェアもお願いします。バイバイ。待ってるよ。バイバイ。